皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの竹目です。今回は、なぜみんな飲む、コーヒーで脳が腐っていく。〇〇に、コーヒーだけは絶対に飲むなと題して、科学的根拠にしっかりと基づいて、この時間にだけは絶対にコーヒーを飲んではいけないという、意外な時間帯について、世界一わかりやすく解説していきたいと思います。 カフェインの覚醒作用のためにコーヒーを夜に飲んではいけないというのはかなり有名な事実ですが実はコーヒーを飲んではいけないのは夜だけではないんです多くの人が聞いたことがないであろう重要な情報がたっぷり詰まっていますからぜひ最後までお付き合いよろしくお願いしますそれでは早速本日のお品書き 一言で、なぜみんな飲むコーヒーで脳が腐っていく。〇〇にコーヒーだけは絶対飲むなということについて。二言で、飲めば飲むほどウエストが痩せる。コーヒーの驚くべき意外な効果二選について解説してまいります。それでは早速、一言の、コーヒーで脳が腐っていく。 まるに、コーヒーだけは絶対に飲むなから解説をスタートして参りましょう。さて、この動画の最初となる一元では、絶対にやってはいけない、多くの人がやりがちな、間違ったコーヒーの飲み方について、合計5つほどわかりやすく解説していきたいと思います。それでは早速1つ目に紹介したい、絶対にやってはいけないコーヒーの飲み方は、朝起きてすぐにコーヒーを飲むということになります。さて、 コーヒーといえば、認知症の予防効果から、お肌の若返り効果まで、ありとあらゆる健康効果が盛りだくさんなことで有名な神の飲み物であります。このチャンネルでも、コーヒーは非常に健康効果が高いから、たっぷり飲むべきであると、日々お伝えしております。 ですが、そんな健康的なコーヒーも飲み方を間違えるとむしろ健康に悪影響を与える可能性があるということが分かってきているんです。しかもその飲み方というのは残念ながら非常に多くの人がやってしまいがちな飲み方です。良質な睡眠のためにコーヒーを夜寝る前に飲んじゃいけないというのはあまりにも当たり前すぎるのでここでは解説しません。 ですが、コーヒーを朝飲むのがやばいと言われたらどうでしょうか今これをご覧になっている皆さんの多くが えっと、どぎを抜かれたはずなんです。そうなんです。実は、最新の研究によってね、コーヒーは朝起きてすぐには飲んじゃいけないということが判明してしまいました。あらかじめお伝えしておくと、朝と言っても午前中すべてがダメというわけじゃなく、飲んじゃいけないのは朝起きてすぐから起床後90分までの間となっています。 後でお伝えしますが、コーヒーにはカフェインが含まれておりますから、睡眠の質を高めるためには、遅くともコーヒーの門限は午後2時、午後2時前に飲み切ってしまうのがおすすめになります。そのため、結論から先に申し上げると、コーヒーは起床後90分以降から午後2時頃までに飲むというのが、正しい正解の飲み方になるんです。 ではここからなんで起床後すぐから90分までの間にコーヒー飲んじゃダメなのかについてサクッと解説してまいります。 コーヒーに含まれるカフェインには高い覚醒効果があるため圧倒的大多数の人が寝起きざまにコーヒーを飲んで目を覚まそうとしているのではないでしょうか起きたらなんだか眠たい体がだるいよしコーヒーをすぐにぶち込んで覚醒させようこういった感じで起きてすぐコーヒーに手を伸ばす方はとても多いです ですが第一に目覚めのためにカフェインに頼っているというのはきちんと睡眠の質が確保できていない何よりの証拠です厳しいことを言いますがもし本当に睡眠が足りていればカフェインに頼ることなどなく朝すっきりと目覚めることが可能なんです ですから、コーヒーを飲まなきゃ、一日が始まらないよという方は、そもそもの夜の睡眠に問題がある可能性があるため、夜寝る前の習慣から見直す良いきっかけにしていただければと思います。睡眠の質を爆上げするための寝る前のルーティーンについて徹底解説した動画がございますから、気になる方は、ぜひそちらをご覧いただき、睡眠の質を高める努力をしてほしいです。 概要欄にリンクを貼っておきます。さて、実はこのような寝起きの良し悪しに関係なく朝寝起き様にコーヒーを飲むことには大きな健康上のデメリットが存在しています。それは一日の活動に必要なエネルギーが体にたまらなくなってしまうというデメリットになります。私たちの体の中では朝起きると コルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールはストレスホルモンとして有名で、一般的には炎症を引き起こしたり、筋肉を分解したりなど、あまり良くないイメージが付きまとっております。確かに。 過剰なストレスによって分泌されるコルチゾールは私たちの体に悪影響を与えることがありますが朝起きてすぐに分泌される自然なコルチゾールに関しては私たちの活動のために なくてはならない必要なものなんです。例えば、針というのは、普通、体に刺すと、怪我をして血が流れますが、きちんとツボを押さえて刺すことで、むしろ健康に良いメリットをもたらしてくれますよね。このような、針と同じで、コルチゾールは、分泌のされ方によって、薬にも毒にもなるというわけです。 朝起きてすぐに分泌されるコルチゾールはおよそ60分ほどかけて上昇し続けてピークに達しそこから30分ほどかけて下降していきますこのような時間軸に沿ったコルチゾールのレベルの変化を日内変動と言ったりします 実は寝起き様にコーヒーを飲むことによってこのようなコルチゾールの自然な日内変動が阻害されてしまうということが分かってきたんですね。コルチゾールは私たちの日中の活動のためのエネルギーブースターのような働きをしておりますので日内変動がないと体が完全に目覚めないまま朝を迎えてしまうことになるんです。 一方で、カフェインの効果によって脳だけは覚醒しておりますから、頭は冴えているにもかかわらず、体はだるいという不快な症状が現れてしまいます。そのため、 朝起きてすぐにコーヒーを飲んで、コルチゾールの日内変動を邪魔してしまうと、その日一日体がうとうとしている状態になり、一日が丸つぶれしてしまいます。ですので、朝のコーヒーというのは今後絶対に起きてから90分以降に飲まなきゃいけないということを徹底していただきたいと思うわけです。 とはいえ、朝起きてすぐに何も飲まないというのも、健康のためにはよくありません。なぜならば、夜寝ている間に、私たちは相当量の汗をかいていて、朝起きた瞬間というのは、私たちの体が脱水状態に陥っているためです。朝起きてすぐにぜひとも飲んでいただきたいのが、コップ一杯の左右であります。 左右は全身を温めることで血管を開き、その開いた血管にたっぷりの水分を送り込む働きがあります。こうして血行が良くなることで日内変動によって分泌されたコルチゾールが体の隅々の細胞にまで行き渡り、 体が元気よく目覚めてくれることでしょう。さらに朝起きてすぐの左右には、皮膚の乾燥を予防して、お肌をツルツルにしてくれる効果もありますし、腸の前動運動を活性化し、朝一の排便を促してくれる効果もあるため、美容のためには、うってつけの習慣と言えるでしょう。 コーヒーに含まれるカフェインには、こうした左右とは逆に、血管を収縮させてしまう働きがあるため、むしろ血行には逆効果ですし、何よりも利尿作用によって大切な水分が失われてしまうことになりかねません。朝起きてすぐ、私たちの体が干しているのはコーヒーではなくて、 たっぷりの湯と日光であります。ぜひとも今後はコーヒーではなく、朝起きてすぐはカーテンを開けて湯を作るということを習慣にしてみてほしいです。もっとも、朝起きて90分以降のコーヒーであれば、健康上のメリットがたくさんありますから、これまで通りたっぷり召し上がっていただきたいと思います。 それでは次二つ目にご紹介したい、絶対にやってはいけないコーヒーの飲み方は、食事の前に大量のコーヒーを一気飲みするということであります。さて、コーヒーには通常であれば、血糖を抑え、糖尿病を予防してくれる効果があると言われています。 例えば、40歳から69歳の日本人男女9855人を対象とした大規模な研究では、コーヒーを飲む習慣がある人は、全く飲まない人に比べて空腹時血糖が低下することが分かっていて、このことからコーヒーは糖尿病の予防に効果的であることが考えられます。ですが、ある特定の状況でコーヒーを飲むと、なんと逆に、 血糖値が上昇してしまうという研究結果が報告されているんです。そのある特定の状況とは、朝食前にコーヒーをたくさん飲むというケースです。徹夜明けや寝不足の時に無理やり目を覚まそうとして朝から大量のコーヒーを飲むという方は決して少なくはないでしょう。このような飲み方が NG であることは先ほどのコルチゾールのメカニズムからも明らかですが、それだけじゃなく 朝方の大量のコーヒーには血糖値を爆上げして糖尿病のリスクを高めてしまう可能性すらあるというわけなんです。こちらの研究はコーヒーを大量に摂取することで空腹時のインスリン濃度が上昇しすぎ、細胞のインスリン患者性が急激に低下するということが分かりました。 インスリン感受性というのは、まあ簡単に言っちゃえば、インスリンの効き目のことですから、コーヒーを飲むことで、インスリンの効き目が低下し、血糖値が上がりやすくなるということが分かったわけです。この研究では、インスリンの感受性の低下は、100から180分にわたって続くということが確認されました。つまり、寝不足のまま、無理やり目を覚まそうとして、 寝起きに大量のコーヒーを飲み、インスリンの感受性が低下したまま朝食をとることで、血糖値の上昇が抑えられなくなってしまうというわけなんです。インスリンの危機が悪いところに朝食を食べるなんていうのは、全く無防備なまま敵に攻め込まれるようなものです。そんなことになってしまっては、 体中が朝食から流れ込んだ糖に侵食され血糖値が爆上がりして大変なことになってしまうというのは容易に想像できるかと思います昨今は血糖値の上がり幅である血糖値スパイクが大きければ多いほど2型糖尿病のリスクが高まるとも言われていてインスリン感受性が低いまま血糖が爆上がりするというのは非常に大きな糖尿病のリスクとなります そのため、朝食前に大量のコーヒーを飲むなんていうことは絶対にやってはいけないことなんです。ちなみに、このようなインセリン感受性の低下は朝だけではなく、時間帯に限らず起きると考えられます。そのため、昼食前に大量のコーヒーを飲むことも、朝食前が NG であるのと同じ理由でおすすめしません。また、カフェインは刺激物ですから、空腹時に 大量のコーヒーを飲むことはそもそも胃を荒らしてしまうため良くないというポイントも指摘できるでしょう。 いずれにしても、寝不足を解消するために、無理やり大量のコーヒーを流し込むというのは、健康に良くないということが、お分かりいただけたと思います。まずは、寝不足にならないよう日頃から心掛けていただき、その上で、朝のコーヒーは、起床90分以降にほどほどに飲むということを、ぜひとも意識してほしいです。とはいえ、食前や食中に、 コーヒーを飲むことは適量であればメリットもございます。一つには脂肪を燃焼したり過剰な食欲を抑えて健康的に痩せられる効果を上げることができます。コーヒーは適量であれば胃の粘膜を刺激して 空腹感を抑える働きがあるため、食前や食事中に飲むことで、食べ過ぎを抑えてくれるというメリットがございます。また、コーヒーに含まれるクロロゲン酸というポリフェノールには、脂肪蓄積を抑える効果があることが知られていて、食前に飲んで、あらかじめ体にクロロゲン酸を蓄えておくことで、食事から取ったエネルギーが脂肪に変わってしまうのを防いでくれる働きも期待できます。 また、食後にコーヒーを飲むというのもおすすめになります。 食後のコーヒーは、胃酸の分泌を促してくれることが知られていて、消化吸収を促進してくれる効果がございます。さらに、コーヒーに豊富に含まれるポリフェノールは、食後に最も吸収率が高まるというエビデンスが報告されていて、美容のためにも、食後のコーヒーはうってつけになります。また、コーヒーの香りには、自律神経を整え、心身をリラックスさせてくれる効果もございますから、 食後のパフォーマンスを高めるための一時的な休息としても効果的になります。つまり結局のところ適度な量であればコーヒーは食前、食事中、食後のいつ飲んでも健康効果があるということ。 どれほど健康効果の高い薬であっても、大量に飲めば毒になるのと同じように、コーヒーもまた過剰な摂取は良くないということは忘れないでください。起床すぐから90分までのコーヒーが NG だからと言って、よっしゃ !90 分経ったと言って、ガブ飲みするなどといった極端な方法は、体にダメージを与えかねませんから、 どれほど健康なコーヒーも適度に飲むように心がけていただきたいと思います。それでは次3つ目にご紹介したい、絶対にやってはいけないコーヒーの飲み方は、午後2時以降にコーヒーを飲むということであります。 さて、朝一番にコーヒー飲んじゃダメだよということがお分かりいただけたところで、コーヒーを絶対に飲んではいけない、もう一つの時間帯についてもお話ししておかなければなりません。この時間帯だけには、コーヒーを飲むなという NG な時間帯は午後になります。これを聞いて、多くの方が驚かれたかもしれません。 朝一にも飲んじゃいけないし、午後にも飲んじゃいけないとなったら、一体コーヒーはいつ飲めばいいんだとなってしまいますよね。具体的に申し上げると、朝6時に起きて夜10時に寝る人であれば、コーヒーを飲んで良い時間帯は午前7時半から午後2時頃までになります。つまり、朝食前後から午後のティータイムまでがコーヒーを飲んでも良い時間帯になります。 なぜ午後2時以降にコーヒーを飲んじゃダメなのかといえば、コーヒーに含まれるカフェインによる覚醒作用によって夜の寝つきが悪くなってしまうからです。カフェインを飲んでから血液中のカフェインの濃度が半分になるまでの時間のことを半減期と言いますが、この半減期は人によって大きくばらつきがあって、およそ2から8時間程度と言われています。もちろん、 半減期を過ぎた後もカフェインは摂取した量の半分が血液中に残っていることになるのでその後も覚醒効果は続きます実は一度飲んだカフェインが体から完全になくなるのには数日かかるとも言われていてそれだけ長い時間脳は強制的な覚醒状態にさらされることになるんですもっとも半減期を過ぎればカフェインの効果はある程度にまで弱まりますから 一般的には飲んでから8時間経てば夜の眠りが妨げられることはないと考えられています。そのため夜10時に寝るような人は午後2時までにはコーヒーを飲み切っておかなければいけないということなんです。カフェインが残ったまま眠りにつくことで睡眠の質が下がっちゃうというのは様々な研究によってすでに実証されております。 例えば、習慣的にカフェインを摂取する人は、寝つきが悪くなるなどの不眠症状を訴える割合が高く、睡眠効率が低下するということが分かっています。睡眠効率というのは、ベッドで過ごした時間のうち、実際に眠れた時間の割合のことを意味しますから、午後以降にコーヒーを飲んで、 体の中にカフェインが残ってしまうことでベッドで目を閉じてもなかなか眠れないという不快な症状に悩まされてしまうことになるんです。このように夜眠れなくなると朝起きた時にすっきりと目が覚めることができず無理やり脳を覚醒させようとしてさらなるカフェインに頼ることになりがちです。 また寝不足では午後以降に強い眠気が襲ってくるためそれを解消しようとして午後2時以降の近畿の時間帯にコーヒーを飲んでしまう人も多いでしょうこのように午後にコーヒーを飲むことによって再びその夜も眠れなくなっちゃってそのせいで寝不足になり次の日もまたカフェインに頼ってしまうという悪循環に陥ってしまうんです このようなカフェインの悪循環はさらに悪化することでカフェイン依存症につながってしまうこともありますカフェイン依存症は主にカフェインが体から抜けた時に症状を発しますこれはお酒がない時に手が震えるアルコール依存症と同じですカフェイン依存症の人はカフェインがないと頭痛や疲労感 イライラなどに襲われてそのような症状を解消しようとしてカフェインを常習するようになりますカフェインがなければ不快で夜も眠れなくなるためそのような症状を軽減するために夜カフェインを摂取し眠れなくなり さらに依存に陥るという、まさにね、最悪の負のループが繰り返されてしまいます。こうなってしまったら、もはや不眠どころではなく、精神科で治療が必要になるレベルですから、そうなる前に、ちゃんと手を打っておくということが大切なんです。また、カフェインには、覚醒作用や依存性のみならず、尿意を催してしまう。 利尿作用もあることで有名です。日中であれば、たっぷりの尿を出すことは、体のデトックスという点でむしろ良いことですが、夜間の頻尿は、睡眠の質を下げたり、転倒のリスクを高めてしまうなど、何一つ良いことはございません。さらに、夜間頻尿は、寝ている間の脱水を招いて、夜間の細胞の新陳代謝を阻害してしまうというデメリットもございます。夜カフェインが、 体の中に残っていると体からどんどん水分が奪われて細胞がミイラのようにカサカサになってしまいます。こうなってしまったら 健康だけででははななくくお肌などににも悪影響が出てくるのは容易に想像できますよねこうしたカフェインによるデメリットを避けるために一つには先ほどの通りコーヒーを飲むのは午前7時半から午後2時頃までとする方法がございますがもう一つの方法としましてデカフェのコーヒーを活用するという方法もありますデカフェのコーヒーというのは 特殊な方法によってカフェインを取り除いたコーヒーのことを言います。私たち成人の1日のカフェイン摂取上限は1日あたり 400mg とされていますが、デカフェのコーヒーはカフェインが最小限に抑えられているため、一説には1日50杯飲んでも問題ないと言われています。もちろんこれはカフェインの量に関しての話であり、さすがに1日50杯は飲みすぎですが、要は それぐらい飲んでも体に悪影響がないということが実証されているわけなんです。ですので、カフェインに耐性がなく、カフェインに弱くてコーヒーを飲むとすぐに尿意を催してしまうという人や、コーヒーを飲むとすぐに眠れなくなってしまうという人は、ぜひデカフェのコーヒーを試してみてほしいです。とはいえ、 デカフェはカフェインが完全にゼロになるわけではありませんから注意が必要です。メーカーにもよりますが、デカフェによるカフェインの除去率は97%から99.8%程度であると言われていて、どれほどカフェインが強力に除去されたものであっても0.2%ほどはカフェインが残ってしまうと言われています。理想を言えば、 カフェインが全くゼロのノンカフェインがいいと思いますが、コーヒーの原料である、そもそものコーヒー豆にカフェインが含まれていることから、100%のノンカフェインコーヒーというのはどうしても存在しないわけです。 そのため、たとえデカフェであるといえども、夜寝る前に飲むことはお勧めできません。夜寝る前は、茶湯やハーブティーなどの100%ノンカフェイン飲料によって、体に水分を送り込んであげるようにしましょう。 さらに、もう一点補足しておくと、デカフェには、主に化学物質を用いてカフェインを除去する方法と、フィルターを用いて物理的にカフェインを取り除く方法の二つがありまして、健康のためには、後者の製法によるものを選んでいただきたいと思います。前者の化学的な方法を用いたデカフェでは、コーヒーの中に化学溶剤が残存してしまう可能性があります。 特にデカフェに使われるジ・クロロメタンは喘息や吐き気を引き起こすことが知られていて健康のためにはできる限り避けておきたい物質となっています。 一方で、後者の物理的な方法では、水と活性炭フィルターだけを使って、カフェイン分子が除去されていますから、余計な化学物質は残存せず、安心して飲むことができるんです。しばしばこの方法は、スイス式水抽出法と呼ばれたりしますから、デカフェコーヒーを探すときは、こちらの名称で検索をかけてみると良いでしょう。 ちなみに、ジ・クロロメタンを使ったデカペ法は、工業的に安価に行うことができるため、安物のデカペコーヒーの大半が、こちらの科学的なものになっています。 逆に言うと、スイス式水抽出法のデカフェコーヒーは、やや割高になっておりますから、午前中は通常のカフェイン入りコーヒーを飲んで、午後2時以降はスイス式水抽出法のデカフェコーヒーを飲むなど、上手に使い分けてみるというのがおすすめになります。このように、使い分けをすることで、カフェインのデメリットを最小限に抑えつつも、 家計に優しく、高い健康効果まで得ることが可能です。午後2時以降は、コーヒー飲んじゃいけないのと、コーヒーが好きな人は、がっかりしていたかもしれませんが、デカベコーヒーであれば OK です。ぜひ試してみてください。 それでは次、四つ目にご紹介したい、絶対にやってはいけないコーヒーの飲み方、冷たいコーヒーや熱すぎるコーヒーを飲むについて解説していきたいと思います。さて、これはね、コーヒーだけではなく、すべての飲み物に共通して気をつけていただきたいポイントではありますが、飲み物を飲む時の温度として、最もおすすめなのは、40度から60度程度のぬるい状態となっています。 冷たいコーヒーというのは胃腸にダメージを与えてしまう上に体から体温を奪ってしまう原因となります。寒いところで手がかじかんで動かなくなるのと同じで冷たいコーヒーにさらされた胃腸は動きが低下しうまく消化吸収活動ができなくなってしまいます。また冷たいコーヒーを飲むと 体の内部の温度である深部体温が奪われますから、代謝反応が滞ったり、免疫力が低下するなど、様々なデメリットが生じてしまいます。では逆に、熱々のコーヒーによって内臓に熱を与えてあげれば健康なのかと言われると、実はね、そういうわけでもないんです。実は。 様々な研究によって熱い飲み物を習慣的に摂取することで食道がんのリスクが大幅に高まってしまうということが分かっています。これは熱い飲み物が通ることで食道の細胞が傷ついてそれを修復する過程で DNA に変異が起こってしまうためであると考えられております。 一説には、熱いお茶を飲むことで、食道がんのリスクが8倍に跳ね上がるという報告もあって、国際がん研究機関 IARC においても、65度を超える飲み物は発がん性グループ 2A に分類されているほどなんです。このため、 コーヒーに限らず、ほとんどの飲み物は、40度から60度程度のほどほどにぬるい状態で飲むのが、一番健康的であるということをね、ぜひとも覚えておいてほしいわけです。とはいえ、補足にはなりますが、一つだけ40度では、ちょっと温度が高すぎる飲み物がございます。それは、健康的なことで有名な、炭酸水であります。 炭酸水はコーヒーと並ぶ高い健康効果があり、ぜひとも日頃から飲んでいただきたい飲み物ではあるんですが、40度にもなると炭酸が抜けてしまい、せっかくの健康効果が台無しになってしまう上にあんまり美味しくありませんよね。そのため、炭酸だけは20から30度程度の常温で飲むということをお勧めいたします。 暑い夏とか、風呂上がりなんかには、冷たい飲み物をグビッと飲みたくなる気持ちは十分わかりますが、そのような時こそね、冷たい飲み物はぐっと我慢していただき、温かい飲み物で体を温めてほしいと思います。もっとも、これはあくまで飲む時の温度ですから、コーヒーを入れる時の温度はもっと高めに設定する必要があります。 コーヒーは85度から90度程度で入れることで最もバランスの良い香りに仕上がると言われていますからその温度で入れた後にある程度冷まして飲むというのを意識していただければ完璧かと思います。 それでは次、五つ目にご紹介したい。絶対にやってはいけないコーヒーの飲み方は、ブラックコーヒー以外を飲むという飲み方になります。さて、これはね、ちょっと健康知識に詳しい皆さんにとって当たり前すぎることかもしれませんが、健康的にコーヒーを飲むためには、何も入れないブラックコーヒーに限ります。コーヒーには、 一般的にミルクやクリーム、砂糖などが入れられることが多いですが、このどれもが私たちの健康に悪影響を与え、コーヒーのせっかくの効能を台無しにしてしまうものばかりなんです。中でも絶対にコーヒーに入れてはならないものが、コーヒーフレッシュであります。コーヒーフレッシュは植物油脂から作られた、 偽物のミルクでその正体は悪名高いトランス脂肪酸でありますトランス脂肪酸は マーガリンやショートニングにも使われる脂肪酸で血液中の悪玉コレステロール値を爆上げすることで心筋梗塞のリスクを高めることが知られています。さらにコーヒーフレッシュの多くは乳化剤をはじめとする様々な合成添加物が使われておりますから自然状態とはかけ離れた人工的な食品と言えるでしょう。 またもちろん、コーヒーに甘い白砂糖を入れるのも NG であります。白い砂糖は血糖値を爆上げするほか、最近では脳の報酬系をバグらせて様々な精神症状を誘発するということが分かってきました。10万人以上を対象としたフランスの大規模な研究では、砂糖入りの飲料を飲む人はそうでない人に比べて 乳癌や前立腺癌、大腸癌などの癌のリスクが優位に上昇するということが分かっています。砂糖入りコーヒーというのはまさに砂糖入り飲料に他ならないため、このように様々な癌のリスクを上げるという高いエビデンスが確認されているんです。特に注意していただきたいのは砂糖の入った加糖缶コーヒーになります。仕事や用事で 外出する機会の多い方は健康のために外出先で缶コーヒーを飲むことがあるかもしれません。ですがそのような時に砂糖入りのものは絶対に選んではなりません。 たとえ微糖のものであったとしても砂糖が加えられたコーヒーにはものすごい量の糖分が含まれていて糖尿病や癌といった病気のリスクを爆上げしてしまうからですぜひともコーヒーを飲む際はできる限りご自宅で豆から入れたコーヒーを飲むようにしていただきどうしても時間がない時であっても砂糖などが加えられていないブラックコーヒーを購入していただきたいと思いますそれでは この辺で一言の内容をまとめておきましょう。一言まとめ。この一言では絶対にやってはいけないコーヒーの飲み方を5つご紹介いたしました。ポイント1、朝起きてすぐから起床後90分にコーヒーを飲むとコルチゾールの日内変動が阻害される。ポイント2、食事の前に大量のコーヒーを飲むと 一時的にインスリン抵抗性が上昇し、血糖が上がりやすくなってしまう。ポイント3、午後2時以降にコーヒーを飲むと眠れなくなる恐れがある。ポイント4、コーヒーを飲むときは40度から60度のぬるめの温度で飲むと良い。ポイント5、ブラックコーヒー以外を飲んではいけない。 それでは次2件で飲めば飲むほどウエストが痩せるコーヒーの驚くべき意外な効果2 0について解説していきたいと思いますさてコーヒーが健康に良いということはとても有名なわけですが続く2件ではあまり知られていないコーヒーの意外な効能について2つほど厳選し皆さんにお伝えしていきたいと思います それでは一つ目に紹介したい、コーヒーの驚くべき意外な効果は、飲めば飲むほど、あらゆる原因の死亡率を下げるというものであります。さて、非常に高いポリフェノール量を誇るブラックコーヒーは、私たちの健康に、 非常に多くのメリットをもたらしてくれます。事実、コーヒーをたくさん飲むことで死亡リスクが減少するということも研究から明らかになっています。40歳から69歳の男女約9万人を追跡調査した日本で行われた研究ではコーヒーを多く飲めば飲むほど死亡リスクが低下するということがわかっているんです。この研究では コーヒーの量が増えるほど死亡リスクが低下し、コーヒーを1日に3から4杯飲む人は全く飲まない人に比べて死亡リスクがなんと24%も低いということが明らかになっているんです。このように。 死亡リスクが減るのはコーヒーの摂取によって心疾患や脳血管疾患、呼吸器疾患などのあらゆる死亡原因となる疾患のリスクが低下するためであると考えられております。つまりコーヒーというのはあらゆる病気を予防することで健康寿命を伸ばしてくれるまさに奇跡の飲み物であると言えるでしょう。 ぜひとも毎日たっぷりのコーヒーを召し上がっていただいて健康で長生きできる体を手に入れていただきたいと思います。それでは次二つ目にご紹介したいコーヒーの驚くべき意外な効果は飲めば飲むほど BMI とウエスト集計が減少するというものであります。さてコーヒーは健康だけじゃなくて美容にも効果があるということが知られています。一つには コーヒーに豊富に含まれるクロロゲン酸というポリフェノールが脂肪燃焼を促してくれる効果を上げることができるでしょう。年を取ると筋肉が減って代わりに脂肪がつきやすくなってしまいますよね。男性であれば多くの方がメタボ体系に悩まされるようになりますし。 女性の方は、閉経によって、脂肪のつき方が変わっちゃって、急に太ってしまったなんていう方もいらっしゃるでしょう。太っているというのは、もちろん見た目的にも良くはありませんし、シワが増える原因にもなるため、ぜひとも美容のためには、健康的に痩せたいところですよね。 世界中の12のエビデンスレベルの高い研究をまとめたメタアナリシスによるとコーヒーの摂取量が多いほど BMI が減少するということが分かっているんです。BMI が減少するということはまあつまり体重が減るということを意味しておりますが実は同じ研究ではコーヒーによって ウエスト集計が減少しスリムになる効果があるということまで分かっています。肥満マウスを用いた実験でもコーヒーに含まれるクロロゲン酸を与えることで内臓脂肪量が減るとともに の吸収効率が80%減少するというこのように高い抗肥満効果のあるクロロゲン酸がたっぷりと詰め込まれたコーヒーを飲むことで健康的に減量しスリムになることができるというわけなんですまたこのような減量効果を得るという点ではコーヒーを飲むタイミングは運動前が最も良いとされています 運動前のコーヒーには運動による脂肪燃焼効果を倍増させる効果があるとも言われていて非常に効率的だからです。このような脂肪燃焼効果は特にコーヒーを飲んだ後の有酸素運動で顕著であると言われていますからランニングなどで体重を落としたいとか脂肪を燃やしたいと思うのであれば その前に一杯のコーヒーを飲んでおくのが有効でしょう。ただし注意点がございます。それは運動前にコーヒーを飲むことでカフェインによって脱水が起きやすくなるということ。運動中というのはただでさえ汗をかいて脱水になりやすいですよね。そこにさらにコーヒーによるカフェインの利尿作用が加わることで体は水分不足に陥ってしまいがちです。 コーヒーを飲む、飲まないに限らず、運動中はしっかりと水分補給をするように心がけていただきたいと思います。それさえ守っていただければ、運動前のコーヒーというのは効率的に痩せるためにとても有効です。皆さん、 運動すれば健康になれるということは知っていると思いますが、健康になるため運動するというよりも、痩せたいから運動するという人、結構多いと思います。もちろん、痩せたいというモチベーションで運動することは素晴らしいことで、どうせ忙しい合間を縫って、運動時間を確保するのであれば、さらに効率的に痩せるため、ぜひコーヒーの導入も考えてみてはいかがでしょうか。それでは、 この辺で二元の内容をまとめておきます。二元では、コーヒーの驚くべき意外な効果について二つご説明しております。ポイント1、コーヒーを飲めば飲むほど、あらゆる原因の死亡率が下がる。ポイント2、コーヒーを飲めば飲むほど、BMI とウエスト集計が減少する。 本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。